でここからタニアに入ります。はい、今日のちょっとタニアをお昼間、ただいまの時刻は、ざっくり12時半、お昼の12時半です。はタニアスピリット空いてる。ちょ金額聞いてこい、見てこい。これでもカメラダメとか書いてあるの？ないな。ちょっとフィクさんこれタイビデオアニメ。2930バーツ。この中はヘルメットかぶんなくていいわ。2930バーツですか。王さん、大阪の王将で、あれ大阪王将でしたね。餃子の王将じゃなくて、餃子買いに行こうと思います。ちょっとその、あ、そっか、待ってる間に向こう回ったらいいんか。待ってる間に向こう側のラーメン店とか明日営業しますかっていうのを聞いてこようかなと思います。ということで今日はこちら。あれ、え、何、なんでハザ、なんたまえお何これ今、またトラブル？トラブル、ハプニングですかこれ。え、なんで今、あれ僕これ2週間も待ってきたのに。あれ、スアニーダイム、スダイレよ。ちょっとフィクさん、ごめんや。はい。で、フィクさんそこのゴールドカリー。ちょっとパイ、パイでおこう。プロニー、銀、アハン、ナイ、ランニー、ダイマイチョ、タンマイ。タニアのゴールドカレーが明日店内飲食できるかちょっと聞いてみようと。あんちゃいめん、ちょっとたまらんか。はい、タニアのゴールドカレーバンコク。あ、これゴールドカレー店内飲食できるようになったらこれ2キロ行った方がいいですよね。1回今聞いた従業員だと分かんないって言ってます分かんないって。じゃあゴールドカレーの関係者の方もしよかったら教えてください。じゃあちょっと置いて飲むか。プランティーコールいっぱいティーウンレコタンモエンカンカンプロニーギンカウナイランダイマアイテム。いやでも
もし本当に店内飲食をできるってことで、もう確実にオープンできるってことで鼻息ね鳴らしながら考えられている方いらっしゃるんであれば、多分告知出すと思うんですけど、じゃあラーメン店、ゆきさんちょっとダンピングね、ダンピング風呂に、走れ走れ、絶対ラストオーダー19時半って。プロに大？最近やめない。あれな？最近やめない。ねえのや、じゃあ多分うちだよ。走れ走れ。ということで今チェックしたところ、まあ、閉店時間まで聞くようなホスピタリティはなかったんですけれども、タニアのラーメン亭と内田屋、これ両方とも明日から、店内飲食できるとのことです。あとはもう別にいっか、巻いちゃいたもんとか、いやマークコールいい、チェックチンチンディークワーカーということでこんな感じですね。ここどうやろう、世界のことなんかプロニー銀アハンティーニー大米プロニーウェラルカ買う、ルカウェラルカ買う、トンハイグリーンカードイエローカードプロ、めっちゃいめっちゃい、ตามวัคซีนแล้วแล้วก็คือให้พนักงานหรือเปล่าฉีดแล้วก็เข้าได้หรือว่าไม่ฉีดก็เข้าได้ค่ะเข้าได้หมดใช่ไหมเข้าได้หมดไม่ใช่ไม่จำวัคซีนก็ได้เข้าได้เข้าได้ใช่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 でちなみに情報は僕思うんですけど、まあよっぽどタイ人で情報もの、ある人はそうなんですけど、日本人の方が情報待ってくの早いと思うんですよね。こことかも、こことかやるからちょっと聞いてみようかな。こことか上演、あとはめってっかな、原始焼き、あ一応原始焼きの人は知ってるんで一応聞いてみよう。で告知し、今日じゃあ明日原始焼きがオープンするかどうか聞いてみます。プロに銀買うないランダイマーない、はい、ここ何だっけ原始焼き、はい、ちょっとここで目の、はい、あ目あれセランラブセ、あめちゃめちゃ、はい、チューランでキアン原始焼きね、原始焼き、あここね、はい、北海道原始焼きです、はい、ここ明日からタニアの原始焼きのお店は
店内飲食できるということで、お近くの方はぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。カップンカップ、お姉さん優しい。じゃあ次僕がここ聞きましょうか。僕が聞いたらどうですか。できる店とかできない店とか告知出してくれたらいいんですけどね。ここの恵比寿ダイニングとか美味しいですよね。何かタンティニーない？プロニー、いや絶対、あ、オッケーオッケー。ちなみにこのお店はその条件クリアしてます。あ、ここのお姉さんに聞いたあのプロニー銀カウ、あ、本当に、はい、ありがとう。じゃあちょっと宣伝、恵比寿ダイニング、タニアの恵比寿ダイニングはプロニー、明日は店内食できるということで、はい、ありがとう。ということで僕今確認した限りでは、タニアはラーメン亭内田屋、原始焼き、大阪餃子、大阪王将と、それと恵比寿ダイニングは明日店内飲食できるということです。あと、それと何だっけ、世界の山ちゃんもできるっていうふうに言ってました。で、ワクチンの有無は関係ないというふうに言ってましたよね。はい、ということで、タニアで餃子買ってきましたけれど、プロモーションちょうど僕が到着した時に、外されてたのでどうなるかと思いましたが、無事買えました。それではこれから麻生区の方に戻りたいと思います。すいません、ちょっとコメント読めなかったんですけど、一回ちょっと止まってコメントの方を読ませていただきます。